と記された、壁画戦軍政治とは、朝鮮民主主義人民共和国の特に、近小日政権において用いられた、公式イデオロギーで、すべてにおいて、軍事を優先し、朝鮮人民軍を社会主義建設の主力とみなす、政治思想である。戦軍思想とも呼ばれる。2009年の憲法改正によって、主体思想とともに、 指導思想として北朝鮮憲法に明記されるようになった。先軍政治という言葉が北朝鮮のマスメディアに登場したのは、金正日が朝鮮労働党中央委員会総書記に就任した1997年である。そして、金正日は先軍政治について、先軍政治は私の基本的な政治方式であり、我々の革命を勝利に導くための、 万能の封建ですと述べたとされる。また、人民軍隊は我々の革命の柱であり、主治革命医行管制の主力軍ですと述べたとされる。こうしたことから、社会主義建設において、プロレタリアートの役割を最重視するマルクスレーニン主義とは根本的に異なる。そして、北朝鮮で出版された文献を見ると、他の社会主義国は、 労働者階級の塔がまず建設され、それに基づき軍が建設されるという、戦闘後軍の、戦漏政治方式をとっているが、北朝鮮では逆に、近日政主席によって、朝鮮人民軍の前身である、朝鮮人民革命軍がまず創建され、祖国解放を成し遂げた後に、朝鮮労働党が創建され、続いて、軍を正規武力に強化発展させ、 建国異業を成し遂げたとしている。また、ソ連やルーマニアの社会主義政権崩壊を例に挙げ、それらの国々では、軍事の問題を正しく解決しなかったことで、軍が反革命に同調してしまい、政権崩壊に導いたと分析している。戦軍政治が北朝鮮のメディアで懸念されるようになるにつれ、金正日による軍の視察も、盛んに報じられるようになった。 そして、2002年9月17日、金正日が日朝平安宣言に調印した際も、朝鮮労働党総書記ではなく、朝鮮民主主義人民、共和国国防委員会委員長という肩書を用いた。こうしたことから、北朝鮮問題のアナリストである、重村敏光は、朝鮮労働党の支配がすでに形外化しており、 党が軍を指導するのではなく、軍が党を指導する状態になっている、すなわち事実上の軍事政権と化していたと指摘した。ただし、実際は、金正日が事実上部長兼務だった党、中央委員会政務局組織指導部が県政を振るっていたことから、党中央の軍に対する党卒支配はその後も維持されていたとする分析もある。 2016年6月29日の最高人民会議第13期第4回大議員会議で憲法改正が行われ、それまでの国防委員会は廃止され新たに国務委員会が設置された。国防委員会が先軍体制の中心機関と見られていたことから、これを廃止することによって、それまでの軍部への系統を改め、すなわち共和国の指導体系を、 近日政時代のような労働党中央中心主義に戻していこうとする変化と見られている。これに伴い、朝鮮人民軍の長老の五国列と、理由部の二人が更迭され、国務委員会副委員長に、当人内氏は労働者階級出身の、当政治局常務委員である、蔡竜海と、僕笹玉が任命された。国防委員会廃止以降は、 戦軍政治という表現を避けて、軍事優先の表現が使われるようになったと指摘されている。ありがとうございます。